いつもと違う感じのレッスンなんですけれども、他の管楽器からトランペットに転向してきた人に向けてのお話をしたいと思います。これね、以前からすごくたくさんコメントがあって、チューバから転向してきたんですけどトランペットうまく吹けませんとか、クラリネットからトランペットに転向してきたんですけどうまく吹けませんっていう声って多かったんですけど、いつかやりたいなって思いながらなかなかタイミングがね合わなくてやってなかったんですが、今新楽器なので他の楽器からトランペットに転向してくる人たくさんいると思うんですね。なのでこのタイミングで皆さんにいろいろお話ししていけたらなと思っています。もちろんトランペットをやる上でも他の管楽器をやったことがあるっていうのはすごく有利だと思います。音はすぐ出ると思いますよ。でもやっぱりトランペットっぽい音が出なかったりとか、高い音がなかなか当たらなかったりとかっていうことはあると思うんですね。管楽器って息の使い方とか、あと体の使い方っていうのはほとんど一緒だと思うんですけど、その楽器それぞれで吹き方っていうのはちょっと違うと思うので、その楽器の吹き方を学ばないといけないと思います。その点ではトランペットも一緒だと思います。私も他の木管楽器とか金管楽器ってほとんど全部吹いたことあるんですよ。そして音は全部出ます。でもやっぱりその楽器らしい音が出るものとそうじゃないものっていうのがあるなっていうふうに思うんですね。なのでまあその楽器をやるんだったらちゃんと勉強しないといけないんだろうなっていうふうに感じました。今日は私がまあいろいろ吹いてみて他の楽器との違いっていうのもお伝えしたいですし、あと他の楽器からトランペットに移ってきた人っていうのもたくさんいるので、まあそういう方から聞いた話などを参考にしながら、いろんなうまく吹けない原因はあると思うんですけど、今日は5つピックアップしたのでそれを皆さんにお伝えしたいなと思っています。それではまず1つ目、アパチュアの大きさが定まらない。これは他の金管楽器からトランペットに転向してきた人に多いです。アパチュアっていうのは何かっていうと、トランペットとか、まあ、金管楽器全部そうなんですけれども、吹くときに唇の真ん中にできる息の通り道のことをアパチュアというふうに言います。これがトランペットってすごく大きさが小さいんですよね、他の金管楽器に比べると。なんですけど他の金管楽器をやっていた人ってその自分が前にやっていた楽器のアパチュアの大きさのままでトランペットを吹いてしまうので、音がすごくもわっとしたりとか、あと高い音がなかなか当たらなかったりっていうことが起こります。フルートの人って結構トランペットのアパチュアうまく作れる人多いと思うんですよ。フルートって木管楽器の中ではリード楽器じゃないじゃないですか。口自分で作って吹くと思うんですけれども、その感じとトランペットのアンブシアがすごく似ているのかなっていうふうに思います。振動はねさせないものの、結構上手に吹ける人多いなっていうのは私の印象です。全員ではないですけどね。でも結構器用にトランペットもね音鳴らせちゃったりとかする人が多いのは多分大きさが似てるからだと思います。なので他の、まあ、金管楽器木管楽器もそうですけど、トランペットを吹くときはすごいね息自分が思ってるよりも細く出した方がうまくいくんじゃないかなと思いますし、あとなんか唇の全体からバーって息が出る感じではないんですよ。多分ねチューバとかと比べると本当にアパチュアの大きさ小さいと思うので、なので例えばチューバからトランペットに移ってきた人がなかなかトランペットでうまくね綺麗な音が出せないっていうのはすごく理解できるなっていうふうに思うんですよ。逆にトランペットの人が他の金管楽器を吹くと高い音ばっかり出るんですね。多分他の金管楽器のハイトーンを吹いてる状態をずっと続けてるのがトランペットなんだと思います。その代わり低い音あんまり上手じゃない人が多いと思うんですよ。ホルンの人はトランペット吹いても結構上手な人も多いですね。マウスピースの大きさも似てるんですけど、でもやっぱりねちょっと高音になると苦手な人と、まあ、得意な人とっていうのが分かれるんじゃないかなっていうふうに思います。なのでトランペットっていうのはとにかくね結構他の楽器に比べると息が割と細めというか、アパチュアは小さめじゃないかなというふうに私は思います。そして2つ目、唇を大きく振動させすぎている。これも他の金管楽器から転向してきた人に多いなというふうに思います。トランペットって振動が必要じゃないわけじゃないんですけど、他の金管楽器に比べると振動がすごく細かいんですよ。なので体感としてはあんまり振動してる感じってないんですよね。もちろん低音だと震えてるなっていうふうには思うんですけど、高い音になればなるほどほとんど振動って感じないなって思います。
私もホルンとかだとマウスピースの大きさが似ているので割と上手に吹けるんですよ。でもあんまりトランペットの感じで吹きすぎるとホルンっぽい音が出なくて、すごいなんか直感の感じの音が出るんですね。なので少し柔らかく吹かないとホルンっぽい音が出ないなっていうふうに思いました。あとトロンボーンはね、だいぶマウスピースが大きいので普段とだいぶ吹き方を変えないといい音が出ないなっていうふうに思いました。トランペットのままだと唇を締めすぎな感じなんですよ。なので緩めるとトロンボーンっぽい音が出るなっていうふうに思います。私はチューバが一番難しかったです。チューバは未だにね、ちゃんとチューバっぽい音っていうのは、ね、出すの難しいなというふうに思います。もう唇全体が振動する状態になっちゃうので、私がもう普段吹いてる感じと全く違うものっていうイメージでしたね。なので私もそういう風に難しいので、逆の立場で考えるとトランペットってすごい違和感だと思うんですよ。唇の真ん中しか振動しないと思うので、なのでそれが普段とかなり違うんじゃないかなと思います。ホルンの人でもトランペットは振動少ないなっていう風に思うと思うので、なのでもっと大きなマウスピースの人は寄りそうだなっていう風に思います。トランペットを吹くときは本当に唇の真ん中だけで操作するんだっていうのを意識して吹いていただくと、前の吹き方と変わると思うので、なのでトランペットらしい音が出やすくなるんじゃないかなという風に思います。3つ目、息が多すぎる。これは金管楽器、木管楽器関係なく結構いるなと思っています。トランペットって決して息がいらないわけではないんですけれども、他の楽器と比べてもそこまで吹かなくても出る楽器の一つではないかなと思います。私が実際吹いてみて息がしんどかったなって思ったのはやっぱりフルートなんですよ。まあ慣れてないから辛いっていうのはあったんですけど、なんかすごい息使ったなっていうイメージもありました。逆にオーボエはあんまり息いらないなっていう風に、いらないって言ったら語弊がありますけど、そこまで吹かなくても結構音が出るのかなっていう体感はありました。大学時代にオーボエの先生結構お話ししてたんですけど、なんかトランペットの人がオーボエに転向するのって割とうまくいくことが多いみたいで、感覚的にね、息の使い方が似てるのかもしれないですよね。まああんまりね、ちゃんとやったことがないので確定はできないですけど、そんなことを言ってた先生もいました。他のね、金管楽器の人はトランペット吹いてるのを見ると、やっぱり吹きすぎだなっていう風に思う人多いですね。そんなに吹かなくてもトランペットは出るんですよ。トランペットの、ね、大事なとこって息を吹き込むとこではないので、なので多分、ね、息が太くて多すぎるから、なかなかトランペットでね、うまくならないっていうのはあるんじゃないかなと思います。そして4つ目、圧力が足りていない。これは唇全体にかかる圧力のことなんですけど、木管楽器から転向してきた人に多いなというふうに思います。木管楽器ってマウスピースを使わないじゃないですか。こういうマウスピースのことですけれども、なので唇に当てた時に必ず口にね、圧力かかるんですよ。なんですけど、やっぱりふわっと当てちゃう人が多いなっていうふうに思うので、しっかりピタッと当てましょう。そうしないとちゃんと唇を使えないので、ふわっと当てちゃうとね、息が横から漏れちゃったりとかするので、しっかり当てましょう。あと他の金管楽器から転向してきた人でも、やっぱりトランペットのね、唇にかかる圧力って他の金管楽器と比べてもダントツで強いと思うんですよ。特に高い音を吹くときって大変だと思うんですね。なので、まあ、皆さんにお伝えしたいのは、唇の周りの筋肉、口輪筋でしっかり支える。他の楽器でも使うと思うんですけど、トランペットもね、本当にね、バッキバキになるぐらい使うんです。もうここが全てみたいな感じなので、なのでここをしっかり使えると、肩とか胸に力を入れないでも音が出るようになるので、まあ、この周りの筋肉でしっかり支えて、唇の真ん中は柔らかく使う。さっき言ってたアパチュアのことですけど、ここはしっかり柔らかく使って、ここでしっかり支えると。なのでその時の圧力が足りてないっていう意味ですね。なので圧力がしっかり使えてない人が多いと思うので、思ってるよりここをすごい使うので、なのでそれをしっかり意識して吹いていただければなと思います。最後5つ目、楽器を握りしめすぎ。これはトランペットを初めてやる初心者の方にもすごい多いですけど、他の管楽器から転向してくる人の中にもたくさんいます。なんかね、コンパクトで握り締めやすいんでしょうね。ピューってなっちゃう人多いんですけど、そうではなくって、できるだけ触れる面積を減らした方がいいですね。金属が振動しないと音が詰まってしまうので、軽く持ちましょう。そうするだけで音が綺麗になる人いっぱいいるので、皆さんぜひ握り締めすぎてないか確認してみてください。さて、皆さんいかがでしたでしょうか。この動画が役に立った、面白かったという方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
今日ご紹介した原因以外にもいろいろあると思うので、もし何か個人的に質問などございましたら、私の LINE の公式アカウントがありますので、そちらにお問い合わせください。詳細は概要欄に貼っておきます。ということで、また次の動画でお会いしましょう。森井奈緒でした。バイバーイ。